日本ファルコム。イース生誕から24年、アクション RPG の雄イース、その最新作がついに PSP で登場。イース7シリーズ累計380万本突破、アクション RPG イース最新作が PSP に参戦。新たな進化を遂げたイースアクション、シリーズ初パーティープレイ搭載。パーティープレイが勝利の鍵を握る。アルタゴの五大竜がついにゲーム化。かの冒険家が足を踏み入れた大地アルタゴ。遥か古から語り継がれる五大竜とは。アイテム合成、ミニクエストなどやり込み要素満載。シリーズ最大の危機に赤毛の冒険家アドルが挑む。新たな進化を遂げたイースアクション、必殺のスキル攻撃で巨大ボスを撃破せよ。華麗なパーティープレイでフィールドを駆け抜ける。ド派手なスキルで敵を圧倒せよ。暴走する巨獣、蔓延する謎の熱病。シリーズ最大規模で描かれるドラマティックアクション RPG。 アフロカ大陸北岸に位置する新天地アルタゴで、アドルの新たなる冒険がついに開幕する。2009年夏、ファルコンが放つアクション RPG 超大作イース7。終焉と創造の大地へ。PSP 専用ソフトイース7、2009年9月17日発売。豪華2大予約特典、イースミュージックヒストリー、英雄伝説7、極秘設定画集。日本ファルコム。イース、それはアクション RPG の原点。あのイース1、2がついに PSP で登場。イース1、2クロニクルズ。ファルコム。